はいこんにちは司法書士の浅野裕樹ですここからは皆さんと一緒に不動産登記法の勉強をしていきたいと思いますこの時間はですね不動産登記法のガイダンスということでお話をさせていただきたいと思いますそれなので今回のですねテーマは不動産登記法の歩き方です え不動産投票法の勉強で一番大事なのは何かそれ,はそれを言われたらです、ね、間違いなくこれです正確な知識のインプットですえ中上級講座を受講される皆さんでしたらですね、えー、まあ,あ一度や二度本試験を受けているとは思いますえ本試験を受けてみて分かっていると思うんですけれども言わせてください午後はですね異常な試験です午後の部は異常な試験です それなので、えー、問題文をですねほとんど読まずに瞬殺で、えー、解くということはまあ,あ 身につけないとですねこれを身につけないと合格にはたどり着くことができません例えば不動産統計法の卓一で言えば、えー、5足あるうちのたまたま目についた二足を正確に正誤判断をして組み合わせ問題を解くと、まあ、そういう能力が求められることになりますそれなのでですね、えー、午前の部だったらですね、えー、5, 足5足を判断し する中でですね3足ぐらいちょっとぼんやりしているとぼんやりした知識があるけれどもこの2足が確実だから正午判断ができましたまあ、それでいいんです午前の分だったらそれでも許されるんですただ午後の分はですねたまたま目についた2足を正確に判断しても先に進まないといけませんそれなのでもうとにかく正確な知識のインプットということをですね、えー、心がけてくださいじゃあ 正確な知識のインプットのためにはですね何をしたらいいかなんですけれどもこれまで過去問演習を一生懸命やってきたという方はこの勉強方法は改めてほしいと思いますなぜかと言いますとですね過去問演習だとこういう弊害があるからです、まあ、とりあえず一つの知識があるとします一つの知識があるとします過去問ですと一つの角度から聞いてくるわけですよね過去問は 一方の角度から聞いてくるわけですじゃあ本試験で別の角度から聞かれても大丈夫かというとですね過去問をぐるぐるしていただけではですねこの問題には対処ができないということになってしまいますじゃあどうするかというとですねもうテキストをとにかくとにかく読み込んでですね、えー、テキストを丸暗記してですね知識を面にしてほしいんです。 点の知識ではなくてもう面の知識にしてほしいということです。えー、私がですね、えー、本試験合格した年度はですね、もうとにかくテキストをですね、えー、肉眼のカメラで写し取って。 でそして写し取った映像を試験会場に持ち込んでそれをカンニングしながら答えだと,答えたと、まあ、そういう感覚でしたね。それなんで、えー、知識をですねもうとにかく正確にしていただいてでそしてそのち正確な知識をですね本試験会場に持ち込んでカンニングをして答えてほしいというふうに思います。次、えー、次です次はですす、ね、ははね何を使えばいいのかと いう話をさせていただきたいと思います。まああの中上級な方にですねこんな話をするのもあれなんですけれども、あの一部の予備校の講師の方にですね六法、えー、は見なくていいと断言される方もいるもんですから、あのちょっと指摘しておきたいと思います。私は六法は見た方がいいと思っています。えー、なぜかというとですねあの。 予備校の講師としてはですね、まあ、テキストの執筆や講義を通じてですねわかりやすい言葉に噛み砕いて伝えようとしますただですね噛み砕くということは解釈が入っちゃうんですねで、えー、やはりですね、えー、一番正確なのは条文の言葉なんで条文の言葉に照らして判断するのが一番正確な方法なんで、えー、六法はですね見てほしいと思います、えー、テキストを読んで何か、えー 理解ができなかったけれども条文を見たらなん,なんか腑に落ちちゃったみたいなことはあると思うんですねそれなんで六法は絶対に使ってほしいと思いますじゃあ六法どんな六法があるかなんですけれども私のおすすめはですねこの2つですこの2つの中からどっちか六法を選んでですね使ってほしいと思います特徴を紹介します えまずうですね、えー、こっちは東京、えー、六法という名前の六法です。でこちらは、えー、模範小六法という,うタイトルの六法です、えー。両方とも、えー、共通していることとしてはですね、判例付き六法です。でこちらの六法の特徴はですね、とにかく司法書士に関連するものをですね、おたっきに集めたですね、えー、条文集です。それなのでですね、例えば、えー のの書式例なんてていいうのもこれには載っていますただですねこの六法の悪いところっていうかちょっと使いづらいところとしてはですね、えー、法学部の学生さんなんかだと刑事訴訟法に関するものがですねちょっと薄かったり行政法に関するものがちょっと薄かったり。 するんですね。それなので法学部の勉強でも使える六法がいいなっていうふうに考えてるんだったらこっちはちょっと違うかなっていうふうになっちゃいます。でこっちはですねもうちょっと一般化した六法です。でも司法書士試験にですねマストな条文はちゃんとここには載っていますのでこれもですね司法書士試験に十分対応している六法であります。でじゃあどっち使えばいいのかなんですけれども。 最終的にはですね皆さんの生理的な好みで選んでいいと思いますえ六方はこれから、えー、毎日持ち歩いていただくファッションアイテムでもありますちなみに私は、えー、初級講座受講している時はこちらの六方を使っていましたただですねこちらの六方のデザインがかなり堅苦しかったので あまり気に入らなかったんですねそれなんであんまり六歩をですね持ち歩かないっていう日も出ちゃって六歩を見る習慣が身につかなかったんですで中上級講座を受講していた時はですねこちらの六歩を使っていましたもうおしゃれでしょこの六歩。 おしゃれなんです。それなんで持ち歩く癖がついたんです。まあこんないかつい顔してるんですけれども、つうかおじさん臭いハゲーなあー講師なんですけれども、えー、おしゃれなのが好きなんで、えー、この六法にしたらですね、ちゃんと毎日持ち歩くようになって、毎日六法を見るようになってですね、知識が正確になったんです。それなんで、えー、六法はですね、えー、皆さんが、えー、気に入った方でいいです。 気に入った方がいいですまあ、法学部の人だったらこっちにするほかないと思うんですけれども社会人の方はですね、えー、どっちか気に入った方をですね、えー、使ってですね、えー、毎日条文をチェックしてほしいなというふうに思いますそれでは話戻りまして不動産統計法の歩き方続きです予備校本で勉強するかそれとも基本書で勉強するかです あの司法書士試験プロパーの方にはあまり関係ない話だと思います。あの法学部で法律の勉強してきた人だとかあとはですね司法試験からの転校組の方なんかだとちょっとこれ気になる話だと思います。 基本書というのはどういうことものかと言います。と、まあ、要は予備校本じゃない本です。例えばこういう学者の先生が書かれた本だとかですね。あと、登記分野だとあとあの実務家の先生が書かれた。こういう単行本ですがあります。まあ、とにかく予備校本じゃない本ですね。ただですね。あのこれ司法試験の特徴なんですけれども。 あのー、学問で語られている法律だとかあとはあのー。 実務で語られているほどの深さだとかあそういうのはねあんまり要求されていないんですあの方向性としてはですね反例通説の方向を向をいいてほしいとでそして、えー、とにかく幅が広いもんですから司法書士試験はそれなんで深さというものもですすね <laughs>、えー、ある程度のものもででいいわけですそれなんで名変登記で一冊になっているものをこれ読まなきゃいけないとかそんなこと絶対ないわけですし仮登記で一冊になっているものをこれ読まなきゃいけないってことは絶 絶対ないわけですそしてですね学者の先生の本なんていうのは絶対司法書士試験のあの射程範囲とは違うわけです。えー、こ,れこれメジャーなあのこの民事訴訟法の基本書ですけれどもこの基本書ってあれでしょこれ私好きな基本書なんですけれども判例の立場とちょっと違う基本書でしょあそれなんであの こういう本で勉強しててもですねあんまり司法書士試験の合格にストレートに結びつくかというと、うん、ちょっと違うのかなというふうに思います。たただ中上級ののの人たちっってて法律のを学ぶことの楽しさっていうのを もう覚えてきた頃だと思いますそれなんで学者の基本書もですね面白いから読んでみたいという方もいるかもしれませんそれなんであのー、ドラえもんを見る時間を削って基本書を読みたいって言うんだったらいいですエンターテイメントとして楽しむ分だったらいいですただですね司法手指試験の勉強に結びつくんだというふうに思ってですねこういう本を読んじゃうとちょっと 違うのでそこら辺は気をつけてくださいとにかく司法書士試験の対策をするにあたってはですね、えー、予備校本で結構ですし予備校本で、えー、正解ですそれなんで予備校本を使ってくださいということです、えー、次です、えー、ノートを取った方がいいですかという問題ですノートを取った方がいいですかという問題です、えー、答えを言うとですね取らなくていいですノートは取らなくていいです ノートを取る弊害はですねとにかく知識がですね分散してしてまううととい,うものいうことにありますますず予備校からですねテキストが送られてきますよね。でそしてノートを取るということになりますともうさらになんか冊子状のものがもう一個増えちゃうということになるわけですね。 でえー、先ほど申し上げましたように正確な知識のインプットのためにはですねもうとにかく日々見えるテキストをですねもう目で丸暗記をしてそのまま試験会場に持ち込んでカンニングをする必要があります。えー、ノートを作ってしまうとですねももうう暗記しななきゃゃいいけけが増えちゃうわけですよね単純にこうなるとですね、えー、正確な知識のインプットの邪魔になってしまうので、まあ、ノートは作んなくていいかなというふうに思います。 ただですね中上級講座なのでこういう方いると思います中上級の中でも上級の人中上級の中でも上級の人上級の人ですと予備校が与えているテキストよりも上手いノートが作れるという方がいらっしゃると思います まあ、そういう方はですね、まあ、しょうがないと思いますそういう方にもですねノートを作るのやめときなさいということはちょっと言いづらいですねで、えー、私もですね上級まで来たら予備校の発行している印刷物よりもうまいものが作れると思ってですねノートを作るようになりました、えー、その時のですねノートをちょっとお見せしたいと思いますエクセルで作ったんですね でこれはですねあの承諾証明情報に関する私のノートです、まあ、とにかく私、ね、受験生時代承諾証明情報が苦手だったんですね承諾証明情報って不動産投機法上何種類あるでしょうか、えー、分類すると4種類ありますよね1、2、3、4の4種類あるわけです。そしてそして場合によって 違うわけですよね4種類あってさらに場合分けして考えないといけないということが、ね、ちょっと苦手だったんですね。でよい校本でまあ文章で書かれているそれを読んでてもねもうらちが開かないと思ったんでもう表にしてですね丸暗記してですね目のカメラで撮って本番会場に持ち込んでカンニングしてとこうというふうに思ってノートを作成しました。えー、それなんででここまで、えー クオリティの高いノートが取れるんだったらいいいと思いますただねルーズリーフに過剰書きをするというレベルのノートだと本当に作らない方がいいですもうテキストをそのまま目のカメラで写真撮って本番会場に持ち込んでくださいでテキストよりもいいもの作れるともう俺はこうやって表にまとめられるんだという人だけノートを取ってですね えー、このノートを目のカメラで写真を撮ってですね本番の会場に持ち込んでカンニングをしてほしいというふうに思いますそれなんでノートは本当に自信がある人俺は上級だという確信が持てる人だけ作ってほしいと思います。ってなわけで 話をしてまいりました。それなので、えー、まああの私が不動産登記法の勉強で大事だと思っていることについてお話をさせていただきました。これからですね、不動産登記法について。えー 講義を進めてまいりたいと思いますが、えー、私がなんで講義を進めるかなんですけれども、まあ合格してほしいからです。ただあの合格してほしいからというだけではですね、うん、あの。 講義をするわけはありませんあのこれアガルートの特徴なんですけどあの司法書士以外の試験手でもそうなんですけど実務家興味多いんですよねこのスクールは。私はあの司法書士の団体、まあ、いくつか入っていてそこで役員を務めてるんですけれども。 あのとにかくね、本当中も欲しいんですよ。それなんで、皆さんにはですね、次の試験必ず合格していただいてですね。えー 司法書士のですねいろんな業界団体に入っていただいて私と一緒にですね仕事をしてほしいと本当に心から思っています、えー、私アガルートでも講義しているしそして、えー、合格者向けの新規合格者向け研修でも講師をしておりますそれなんで、えー、もう来年もまたアガルートで会うとかもうそういうのなしにしましょうもう来年は合格者向け研修で会いましょうで再来年は実務で会いましょうもうこれ絶対約束をしてほしいと思いますそれではですね、えー、次回から、えー、本題に入っていきたいと思います それではまた講義をお楽しみにそれではさようなら